三街道ビルは、東京都港区赤坂一丁目にある建築物である。1883年、第二本農会、第日本山林会、第日本水産会の三名は、農商務省から、東京府京橋区小引町の土地、建物の対応を受け、事務所を開設した。1891年、赤坂区ため池町に移転し、合同の街道を設けた。 1898年にはこの街道を三街道と命名した。1904年には新たな三街道ビルを新築したが、1923年9月1日の関東大震災により消失した。この時、大日本水産会の会員で、北洋漁業の先駆者であった石垣、熊太郎から寄付の申し出があり、1926年1月6日に、 財団法人石垣産業奨励会を設立。1927年、鉄筋コンクリート構造6階建ての3階堂ビルが完成した。しかし、1945年5月25日に第二次世界大戦の戦火により建物内部が焼け、戦後は1958年10月まで米軍に接収された。 接種が解除された後1959年から、第日本農会、第日本産林会、第日本水産会をはじめとする、農林水産関係団体が入居した。1964年12月14日、財団法人石垣産業奨励会を開訴して、財団法人農林水産奨励会を設立すると、ともに、三街道ビルの建て替えが計画された。 1967年2月、鉄骨鉄筋コンクリート構造地上9階、地下3階建ての現在の3階堂ビルが竣工した。白いプレキャストコンクリート製の立体的な格子状の外観が特徴的である。1階玄関ホールの内装はモザイクタイルで仕上げられ、片隅には朝倉文夫の製作による石垣、熊太郎の銅像が立つ。 天井や階段は局面を多用している。9階は石垣、熊太郎の名を冠した石垣記念ホールがある。ホールの内装は三輪界を象徴する木材の内装材。9階の窓は水産界を象徴する泉質風の丸みのある窓が使われている。ホール入り口付近には水玉状の天窓があり、自然光が差し込む。屋上は庭園があり、 東屋には農会を象徴する大麦のエンブレムが掲げられている。テナントは農林水産関係の団体が多く、2016年4月までは復興庁も事務所を置いていた。地下は飲食店などが入る商店街となっており、関係者以外でも利用できる。建物の設計は佐藤兄弟建築設計であり、佐藤兄弟の父は1927年春行の 仙台の三階堂ビルを設計している石垣記念ホールに関するカテゴリーありがとうございます。